ません。そうですね、はい。まあ、あの水たまりができてる感じはないので、梶川から裏へ、さあここは抜けていく、そのまま決めるか、かわした、小池、流し込んだ、さすがのスピード、そしてさすがの枠内シュート率。この今季初アシストです。おお、梶川から裏へ、ああ、いいね、このニックは、うわー、痛いよ。さすがのスピードとさすがの枠内シュート率。枠内シュート率ね。だ95%ぐらいでしたっけ、枠内シュート率。ほぼほぼね。これね、まずね、もうこの26節なんだね。俺からしたら遅い。今、説教くらってます。あ、遅いですね。もっと早く教えて。もうそれがしかも初アシストなんで、あの僕も26試合目まで何してたんこれどんな感じだった、そのボールをさ、まあ、スローインからだったけど、はい、福ちゃんからまず相手の背後から前に入っていかけるんですけど、あ、お願いします、ここで後ろから入って、でこの瞬間にお願いします、これもうジンが相手しっかりこう固めながら、うん、でしっかり僕の足元に落としてくれたんで、もう前にスペースあるの僕分かってたんで、うん、もうとにかくまず、いいとこに運ぼうと思ってコントロールした感じですね、うん、ここではこれはわざと前開けてて一回預けて、そうですね、ここを開けてたイメージ、はい、でもジンがこの試合結構まあ、もう開始これも早いんですけど、純喜君が前で張ってジンがそのスペース使うっていうのが結構できてたんで、この時もその感じで一回、まあ、近くでもらって3人目でもう一回もらおうっていうイメージで行ったので、まあ、ここはやっぱジンの、まあ、キープ力がありますけどね、はい、水たまりができてる感じはないので、はい、お願いします、梶川から裏へ、今のところもてかこれ純喜君この前に一回同じような形あったんですよね、あったかな、グリーンスタジアム雨が落ちてきました、うん、ですのでお客様が雨具の準備をしている様子が映っています、うん、裏に出てきましたがここは小池の前帯が出ます、ニクニクネディブスのカバーもありました、この裏の駆け引きして抜けているのを一回見てたんで、裏取れるなっていう僕は感覚があったんで、うん、結構周りからこの時運べって聞こえてたんですけど、うん、でももうこれも純喜くんが裏背後取れる感じがもうあったんで、グラウンドそんなに正直めちゃくちゃいいわけじゃなかったんですけど、とにかくあのスペースに、まあ、スピードでも勝てるっていうのも分かってたんで、おい、あそこに流した感じです僕は。なるほどね、俺もそうだね、この日はちょっとフォーメーションもさ 4-2-3-1 みたいな感じだった、そうです、一番前に純喜君、俺がいつもサイズだったのが前のちょっと下にジンがいたんですよね、で結構この序盤からこの背後の俺が背後の動きをするとディフェンスラインが下がって、そのディフェンスラインの中盤の相手のスペースができているところをジンがうまく使えてたから、それも手応えとしたあった中で、まあそこでジンとカジノのパス交換で前向きができて、まあその時に俺もまさしくこの視野の消えたところからこう斜めに、まあ欲しいところに動き出したところに出してくれたって感じだったか、まあ入ってよかったけど、しかもなんか純喜君この試合の前にちょっと点取れてないの相手から言ってたんですよね、だからマジなんか僕のパスとかで取ってほしいなって思いもあったんで、なんかきっかけになってほしいと思ってたんで、それがちょうどうまくいったなっていう感じでしたけど、まあこれもこの後簡単じゃないですけどね、抜いてから相手だってこれ相手滑って間に合ってるんですよね、一夜の消しに来てるのは間に合ってるの分かってたから、まあ浮かしてまあ逆サイドを狙うイメージで、まあ、そのまままずダイレで打とうかと思ったんだけど、あ、そういう感じもあったんですね、結構前出てきたから、これはこの辺りで入るんじゃないかな、はい、いや、ここでそうですね、まあもうこれもほら間に合ってますからね、うん、昔は痛いっすよ間に合ったの、絶対間に合ったと思ったと思いますよ、中3人4人入ってきています、ベルティここを使う、この狭いところでも狙いを持って戻して外でモーションだけ左足で広げる、中回った、狭いの入ってチャンスだった、先生小池純喜13点目。
これはもうベストゴールです、このチームでやってもうみんなが関わりながらなってタイガーがちゃんと間で受けてシュート打つふりしてめちゃくちゃワンタッチワンタッチで3人たちの3人目ってもう何人目なんだろうって思いましたけど、どっかで打っちゃいそうなシーンですけどね、本当崩しきった感じだったので、はい、ラインがねちょっと下がって、はい、これがこの雄平のここで一回狙ってたんですね、こう動き直してって感じかな、ここが代理だったら俺が余裕ができたと思う、止めたら多分また全然違う状況だったと思うから、僕はあれですもん、逆に雄平からその切り返した瞬間に、うん、左足で手でやってる、一回僕手でやってるんですけど、深いところ行く、たまにシュート打って、ここで一回指さしてるんですけど、今のところで一回もらおうとしたんですけど、うん、で、ゆうへいは奥を見てたから、で、福ちゃんのところに入って左足で広げる、うん、そうですね、素晴らしい、俺も福ちゃんから最初オープンに持って、あ、流してもらおうと思って、こっちに流してもらおうと思って動き直してたら、中から通ってきたって感じだったから、多分オフサイドがなかったと思うんだけど、狙う、なんだろう、動き的には、そうそう、ここは狙って、こういうところやってて、相手の視野のね、一番見づらいところいて、まずここで狙って、あ、一回で、ここのフクちゃんのところで狙って、なんかやったら3つ目でやっと出てきたって感じの印象だったから、ね、どれか一つでも。だいぶしつこいですからね、まあ、入ってばと、うん、シュートで福ちゃんが出した瞬間に純喜くんが膨らみから中にくって入ってくるのが見えたんで、もうワンタッチにしかないって感じでしたね、いや一度はいいね、ベストゴールですありがとうございます。まあゴールに、はい、ゴールに繋がったってらしいですね、だから純喜君のアシストで両側のゴールしてですね、またね、4人の方とクラブスキーから話し合ってるんですよ、小池純喜、裏へ抜け出せるか、右折り返しのシュートいい形ですね、これが東京ベルリン2対0、まあこれそうですね、まあ結構僕はこれ深いキーを受けてるんで、うん、ビルドアップのとこでフロントブランチからこっちまで行ってる状態なんで、で、純喜君の位置分かってたんですよ、もらうときに、で、一回こっちに行ってるから相手のベクトルが変えられるかなっていう着方をしてるのもまあよくあるんですけど、ここで一回逆のベクトルが相手はもうこっち変えてくるのかなっていうところでこっちにするとちょっとつきづらいじゃないですか、で、まあ、ターンした瞬間に、まあ、もう一番出しやすいタイミングで動いてくれたんで、僕はもうあそこに置くっていうイメージでしたけど、まあ、やっぱこの何つ、まあ、今カジが言ってたところで言うと、レーンが変わるとき、特にこうこっち右サイドから逆サイドに行くときとか の、 このサイドから真ん中につけられたりすると、やっぱサイドバックの選手とかって、あ、逆サイドに変えられるなとかで結構気持ちが、なんだろう、一旦なんだろう、切れる、そうですね。ちょっとなんかホッとする部分がありますね。ホッとする感覚があるのは、マッチアップしてわかるし、うん、まずレーンがこうやって変わったっていうのと、あとまあ火事が、もう俺だからこっち向けと思ってた、うん、向こう向かないでこっち向いてくれたらいけるっていう感覚があったから、うん、これポイントは、後期がここに立っててくれたことによって、このサイドバックの選手が、ストップ、ああ、ここですね。ここに後期がいないと、これ成り立たないですね。そうそうそう、ここに例えばホーキーいなかったら、この選手はもう俺のことだけ気にしてればよかったんだけど、ここにホーキーがいたことによってもう完全にここ見てて、なおかつこっちからこう変わってきてたから、もうこの選手はホーキーだけ気にしてる、だからこうパッてこっち向いた時に、まあ、こういうランニングでこの選手の、まあ、頭の上を通す、ここにいないとカバー入れちゃうんですよね。あ、そうそうそう、出した時にここにいることで
えここも入ってくるのかなっていうディフェンスがちょっと前も行かなきゃいけないっていうので後期が多分いなかったら多分このパス通ってないんですよね、うん、こいつがカバー行ってって間に合うかもうシンプルにこいこの選手が純喜くんだけを見るっていうので行けちゃうパターンがあるんですけど、うん、この気持ちが行くからねセンターバックの選手も後期にちょっと釣られてるんで、ね、じゃなかったら多分カバー結構いろんなポイントがマッチしたこの裏抜けの形ですねこれは小池純喜裏へ抜け出せるか、ね、解説も言ってるけど俺両側のことは見えてなくて、まあ、声が聞こえたんだけど あとはその相手の選手が見えてたディフェンスラインの選手がここまで下がってるってことはおそらくあそこは空いてるだろうなっていうめっちゃ言われてますね堀さんにあそうそうそう、ね、ここをちゃんと入ってこいっていうのは、うん、この時でもまだ9点ですからねすげえ取りますよここからまだまだ、ね、これも一回、ここでサイド一回揺さぶってからなんですよ、うん、で、真ん中でもらうんですけどストップここで別にもう、大輝に渡してもよかったんですけど、うん、タイガーの位置がめっちゃいいとこ立ってなってずっと見えてたんですよで、ドリブルしながら、僕よくやるんですけど出すフリー出すフリーしながら、うん、でもあまりに切られたらもう多分山に広げたんですけどちょっとやっぱこう体は横向きになってるから、うんあんまりそこまで、ね、絞れないの、はい、気にしてんだよ最初はそうです最初はちょっと切ろうとしてるんだけど、はい、多分1個運んだからその分ちょっとそうです、ね、間が空いちゃった感じでお願いしますここで1回ちょっと狙ったりとかしだしたんですよで斜めに体になった瞬間にタイガーにやっぱ止まりますからね強いパス結構強いパスをしたんですよまあやっぱそこでタイガーがしっかりボール止まるっていうのがいい形になった要因の一つなんですけど、うん、スタートですね、ここで山がこれこっちとか抜けてたら、うん、ディフェンスそこまで釣られないんですよ、うん、山がこっち行ったんで、こいつもあってなったんですよ、うんうん、こっちだと多分こいつは反応しなくて、うん、2でのサイドの、はい、こっちを行ってくれたからこれでも全員下がっちゃったんですよ、うん、で、お願いしますでここ行くことで、あってなるんですよ、うん、でも、ドフリーやったんで、うん、俺もこのタイガーのボールの質で、あ、ダイガー行くんだって、うん、タイガーがもうほんまに置いてくれたんですよ、うん、ちゃんとで、リュウジもちゃんとここにいてくれるから、うん、相手やっぱ気にするしで、コウキがここにいるから、ちょっとディフェンス前に一歩足踏んでるんですけど、うん、ここにコウキがちゃんと立ってる、うん、まあ、ちょっと気にしてるで、リュウジもこっち側にいるんですけど、うん、ここでやっぱちょっと足一歩前に出ちゃってるんですよ、うんで、多分相当なやつはリュウジもやっぱちょっと気になってるから、まあね、だからまあ純喜くんもそこピンポイントで蹴れたのが良かったですけど、もうヘディングも簡単じゃないんですけどね。まあ顎引いたね。だいぶ吹かさないように、まあ、叩くというよりは吹かさないように顎引いて。キーパーが一ちゃん取りづらいそこにこの言ってくれてるんで。ブランジが悔しがってます悔しがってるね、うん、ある意味いろんな人が変わりながらの、うん、僕と純喜くんのラインでのアシストゴールですけどそこの周りの選手がちゃんと立ち位置取ってるから、うん、生まれたゴールでもこういうところにいないとそうなんですよ、ね、気にするのが俺だけで良くなっちゃうからがっつりマンツになっちゃうそうそうそうやっぱそれ気にしてくれるだけでそうですねこっちもなんだろうその隙ができるから、うん、そこは狙い続けるっていうのはあるけどメリヒトもここにいるからよりここもちょっとプレスかけづらいみたいなとこもあるんで、うん、だからほんまに僕がフリーで上げれる形をみんなが作ってくれて、うん、で中もちゃんとみんな立ってるからまあ簡単ではないけどここでしっかり準備がされる形になったかなっていうのはいろいろでも他にもあったしさそうですねでもゴールにつながってないけど裏抜けにこうつながるようなシーンとか純喜くんに出すシーンは多分結構あったとあるんじゃないかなと思うんで、ね、
選手のピッチに立ってよく言うけどね、1冊1が2じゃなくてさ 2.5 なのか3なのか分かんないけどさ、だからね、そういう関係でこうプラスになるのがいいわけ。そうですね、コンビとかさ、プラスになればいいなと、うん、いろいろ恋かじって言ってくれることも多いし、ね、もう天皇行ったら恋かじって言ってくれる人もいるんでかなり恋かじの認知度は、だから、ね、あの全然地方でも行った時も恋かじってやってくれたり、ね、やってくれるんで、まあ、ありがたいですよ ね、そういうの見せられるのにね、なかなかこうやって映像で振り返れないじゃないですか、あの、そうそうそう、使えないとかもちろんね、映像使えなかったりするから、こうやってやっていろんなこと考えてるのを知ってもらえたら嬉しいなと思いますけど、気にしてんだからね、はい、まあ、もっと喋ると思ったら、まあ、5時間ぐらいいけますけど、聞きたければ結構大丈夫ですか、入っていい、帰ろうかやめてよ、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。